当店では本場香川県から直接粉を取り寄せて毎日製麺しています。滑らかな喉越しと口当たりでコシがあるおうどんにするように心がけてます。おうどんのだしをお客さんにかけてもらうことによってちょっとした楽しみになっていると思います。しっかりうどんと絡めて紀州の南高米のさっぱりとした酸っぱさをちょっと味わっていただきたいと思います。うちのお店は福梅というお店なのでやっぱり梅で売ってるので梅うどんは定番メニューになってます。エビ天トロロはですね、5種類以上の天ぷらと大和芋というちょっと粘り気が強いトロロが乗ってますので、ボリュームがありますので食べ応えがあってトロロが弾力があって美味しかったっていうお客さんがとても多いので自信を持った一品になっています。焼きガレーグラタンうどんはですね、和風だしで作った中辛のマイルドなカレーになってまして、チーズがトッピングされてますのでボリュームがあって結構お腹にたまると思います。皆様が食べたことがないおうどんだと思うんですけど、ぜひ挑戦してもらいたいおうどんになってます。20周年やってこれたというのは地域の人に認めてもらってるのかなっていうことは思っています。小さなお子様からお年寄りの方まで安心してお召し上がれるようなおうどんを毎日作っていきたいと思っています。